はいどうも、チュープロです。今日はですね、また、昔嫌いだったレスラーシリーズやってみたいというふうに思っております。今日はですね、どなたを、嫌いだったかカミングアウトさせていただくと言いますと、これですね、100年に一度の逸材、そう、棚橋選手ですね。棚橋選手嫌いだった方っていうのはね、昔多いんじゃないかなと思います。今からね、最近のファン、ここ数年のファンだったら信じられない話かもしれませんけども、まあ、だいぶ嫌われてましたよね。僕もご多分に漏れず好きじゃなかったです。まあいわゆる太陽の天才児と言われていて、柴田勝頼選手、それから中村慎介選手と新闘魂三重士なんていうのが、あったり、それが解散したりみたいな感じのあたりですよね。で、好きじゃなかった頃ですね。で、棚橋選手の何が嫌いだったかっていうと、まあそのチャラっぽいとか雰囲気がノリが嫌いとか、まあその当時は丸め込みばっかりしてたので、丸め込み技がちょっとなんか変な、ドラゴン殺法とか中途半端だみたいなとかいろいろあったと思うんですけど、僕の中では何が嫌だったかっていうと、一言で言うと、シミュレーションが多すぎるというふうに感じたんですよね。もうその当時から、今結構棚橋選手の著書とかも読んでるんですけど、その当時から棚橋選手の中では確固たる自分のレスラー像みたいなものがあって、でやっぱりそこに向かって自分の、なりたい自分に向かって目標を実現していくっていうスタイルっていうところに関しては、今も昔も多分ブレてないと思います。ただやっぱり言葉が先行してしまう、実力に対して言葉が先行してしまうという時期が非常に多かったりとかして、でそこに僕はそれがシミュレーションが多すぎるというふうにちょっと感じていたんですね。でまあそれに技、まあこの間もその一皮抜けた時の技のお話とかもしましたけど、逆にその技というものがそれを象徴する部分っていうとかのがあって、いろんな部分で感じたんですけども、例えばそのスライディング式の丸めスモールパッケージホールですね、電光石火でしたとかってなんか技があったりとかしましたけど、ああいうのもそうなんですが、僕が一番感じてたのは円錐切り、その当時結構棚橋選手使ってたんですね、円錐切り。で、円錐切りって要はジャンプして相手の円錐に向かって足の甲をズバンとぶち当てるというね、まあ切る、円錐を切るような技っていう感じだったんですよね。ところが棚橋選手が使っていた円錐切りって、まあ、ジャンプして当てるんですけど、なんかちょこんと当てるだけみたいな、でこれの何が効くんだみたいな感じの雰囲気っていうのがあって、でその中に棚橋選手の中のその僕はシミュレーションっていうこと、つまりプロレスっていうものの本気度、その技をこれで決めてやるという技の迫力、真剣さみたいなものよりも、綺麗さだったりとか、なんかそのそういう 見応えみたいなもの、見応えとも違うね、見た目みたいなもの、なんかその自分の中での持ってるものの感覚の半端さみたいなものがすごくそこに現れてるなというふうに感じたりしていました。でもうちょうどやっぱそこから脱却する頃の2009年に、これも前に話しましたけど、僕はプロレストレーナーの資格を取りに新日本プロレスの道場にお邪魔したことがあるんですね。でその時に当時もう既にチャンピオンだった棚橋選手がわざわざ来てくださって、みんなの前でご挨拶をしてくださったと。で、その前の時間帯に、道場の前でね、僕たち待たされてる、道場の前で待ってる状態だったんですけども、特に棚橋選手も道場の前で関係者の方となんか喋ってたんですよ。で、どう考えてもその時声をかけてお写真いいですかって言ったら、もう棚橋選手もう絶対快く受けてくれたはずです。で、僕一番最初そういうのやるタイプだったんで、行って行けば多分周りの人もわーって行って、みんなで俺もみたいな感じになったと思うんですね。ただ僕やっぱりその当時まだ棚橋選手好きじゃなかった、嫌いだったので、それをしなかったというですね、今になってみるともったいないことしたかなってちょっと思ったりとかします。今は好きですので、ね、思ったりとかします。で、その好きになったタイミングなんですけども、新日本プロレスエースの重責を担って外敵を、ね、倒していったりっていうタイミングのところも、まあ嫌いじゃないけど認めてるよという感じが強かったです。ただまだそこまで好きという方には傾いていなかった。で、やっぱり何がきっかけかというと、やっぱ膝を壊してからあたりですよね。つまりこうなんかその完全無欠、隙がない、結局そのなんていうのかな、逃げ場のないところってやっぱり何かな、逃げ場というかその欠点のない人間ってやっぱり嫌なんですよね。イケメンで体もすごくて、まあ、エースみたいなねっていうところもあんまり好きじゃなかったんですけど、やっぱり膝を壊したことによって、その苦悩、自分のマイナス点、苦悩に悩みに対して
なんとか歯を食いしばって頑張っていく、できないことをしていくみたいなスタンスってやっぱすごい共感すると思って、少しずつやっぱそこが嫌いから、まあ、普通からだんだん頑張れっていう感じにつながってきたというふうに感じております。そうですね、やっぱり膝を痛めたっていうのはね、本当に今もう大変、足ね、全然動けない時もあるぐらいですけども、それでもなんとかしていくっていうところをね、本当にすごいというふうに思っていて、まあやっぱりそのあたりからだんだん変わってきたかなというふうに思ってます。で、決定的に田中選手を認めたっていうタイミングは実はもうすごく最近で、何かというと今年の、1.5 ですよね、東京ドームのクリス・ジェリコ戦です。ここでクリス・ジェリコに最終的には負けたんですけど、そのクリス・ジェリコのとんでもなく凄まじいプロレスセンス、プレスリングスキルに田中選手が飲み込まれなかったっていうところがすごい評価点だったです。正直言って、その前に戦った内藤選手、それから岡田選手、イービル選手、ケニーもかな、ですよね、ですけども、まあジェリコのペースに完全に飲み込まれてしまった。特に内藤選手なんてのはすごい飲み込まれちゃってた部分がすごく強いと思うんですよね。試合で勝った試合もちゃんとあるわけですけど、でも結局ジェリコの上で、手のひらの上で転がされた感っていうのはすごくあって、まあフィニッシュにしてもちょっとやや唐突な感じになっちゃうというか、やっぱりもう試合内容だけ見るとジェリコの完勝、乾杯、皆さん乾杯という感じ。岡田選手もそうですね、もう岡田選手も相当プロレス上手いですけども、でもやっぱりクリス・ジェリコの百戦錬磨の感じには絶対勝てないかなというふうに思って、でその中で負け試合ではありましたけども、棚橋選手がジェリコのペースに飲み込まれなかった。でここの大きな理由は何かっていうと、実はおそらく先ほどの怪我ですね、膝の怪我によって動けないっていうことです。クリス・ジェリコも今実はそんなに動けるわけじゃなくて、スピードもね、ここだという時の畳みかけはちゃんとやりますけども、そうじゃない時は割ともっさりのっさりしてる感じですよね。でペースに動きの速い選手、岡田選手、内藤選手、それからケニー選手なんていうのはちょっとやっぱり付き合いきれなくて、多分じりじりイライラしちゃう感じがすごくあると思うんですよ。ところが田中選手はもうイライラするも何もやっぱ膝が悪くてそこまで動けないので、動けないなら動けないなりのレスリングをするしかないと。だからそのスピーディーじゃないスローなペースというジェリコのペースにイライラせず落ち着いていつもの自分で臨むことができるということですよね。それがちゃんとできる。でそこが結果としてクリス・ジェリコのペース、独特のペースに付き合わされずに済んだというところだと思います。最終的にはね、ウォールで負けちゃい、ウォール・オブ・ジェリコでね、ギブアップしちゃいましたけども、もうレスリングのスタンスからいくと、多分クリス・ジェリコとしては一番田中選手がね、手応えがあったんじゃないかなというふうに思っていて、試合を見ることによって本当に引き算の美学ですね、もう本当にもうできないからちゃんと引いて引いて自分でできることをしていった結果、ああいうスタンスを手に入れたっていうのは本当に素晴らしいことだというふうに思ってます。太陽の天才児の時代であったりとか、あるいは新日本プロレスの意図だと思うんですけども、田中選手をハイフライヤーですね、飛び技の名手みたいな感じに何ていうかな、フューチャーしていた頃っていうのがありましたけども、正直そこまで飛べるわけじゃないですしね、ムーンサルトできるわけでも、別に空中殺法そのできるわけでもない、その当時はハイフライフローすら使っていなかったわけで、ちょっとその作られたイメージからちょっとかけ離れすぎてしまっていたところに関してすごく反感を覚える部分が強かったんですけども、今本当にいろんなことができなくなってきた中で、自分の中に残ってるレスリングスタイルをきっちりと組み立てて試合を成立させるっていうスタンスは非常に好感が持てます。なので今の田中選手っていうのはすごく応援してるし、まあ、あとこれから何年ね、正直膝で前線トップ戦線に加わって試合ができるかは分かりませんけども、まあ、もう1回ぐらいちょっと IWGP ヘビーめ、ね、巻いてもらいたいかなというふうにも思っているところであります。というわけでですね、今日は昔嫌いだったレスラー、田中宏選手とお話しさせていただきました。今日の動画ですね、面白かったという方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント、高評価も受け付けております。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。